100% 通電させるために発電機です。7割以上回ってたでしょ、の発電機。だから、あれでね、負担があってセルキアやってるやついんだよ。俺が2人盤面で、もう発電機回すしかねえじゃん。もうそりゃ勝てねえやなって思った。何これ。レッツゴー。何してんのこのドワイト、こっちは大変な目に遭ってんの。あ、そいつは成敗して、あ、もうそいつは成敗して、もうムカつくわそいつ、マジムカつく。まあそいつはもうダメ、もう、もう、まあ、助けないで、もう放置しよう。もうそいつトーテムむしってるぜ。おいビルジー、いつもだったら、しゃがみのそれ使ってる、都会の外で使ってると苛立ち覚えるけど、悪が現れたわ。サバイバー内の悪がいるわ。放置しようぜ、もう。助けなくていいじゃん、もう。アンチフェイスキャンプシステムが働かねえように、ここで風抜き回そう。ムカつくし。うん。ムカつくし。大手も漁ってるぜ、ビルジー。こいつ。アンチフェイスキャンプシステム働かないように。発電機回さないで、トーテム漁ってるよ、こいつ。発電機回さないで、トーテム漁ってるよ、こいつ。楽しい！悪質サバイバーを成敗！耐久入って狙われてほしい。味負けじゃない。そいつはね、トーテムむしってるよ！こんな悪質サバイバーを成敗してくれたら僕は勝ち負け度外視で、今日は自首します。エリックスタタに勝たせます。ドワイトを狙ってくる、その代わり。他のメンバーを狙ったらヒロちゃん燃えるよ。ドワイトはいいよ。悪質プレイヤーだから。さっきのドワイトの爪の赤を煎じて飲ましたいわ。さっきの優秀な、使えるドワイトの。爪の赤煎じてマジで飲ませたい。サボイトは成敗していただいて構いませんよ。うん。みんなの総意なんで。サボってるやつなんて話になんない。チームプレイヤーじゃない。で、ドバのエースヒロちゃんって仕事ばっかりしてんだわ、毎試合。女性が惚れるプレイヤー、代名詞や。女神すら惚れるプレイヤーだよ。デッドバイの女神が惚れるプレイヤーっていねえんだわ。女神が惚れてんだから普通の女性陣が惚れるプレイヤーだわ。女性が惚れるほどの、女性プレイヤーほど痺れるプレイの連発よ、毎試合。このプレイヤーって別にチェイスがさほど得意じゃないのになぜか勝てるっていう。もう別にすごいプレイヤーよ。なんつったら。やれるプレイヤー。チェイスができて勝てる。うん。そらそうだろ。ぬるゲーだろ。どれが何なんだろうっていう。ぬるゲーなんだろ。何が、そんなもん勝って当たり前だろ。いやーきつい。はい。発電機がない。
一旦、あの奇跡を起こすチームの。サボイトに言いたいけど、さっきのさ、ベイルローズのさ、本当に優秀なドワイトいたぜ。発電機回して、負傷でも発電機回す。常に発電機回す意識が高い。それに比べて、あなたは発電機回す気持ちもなく、トーテムむしる。もう論外でしかない。うちなら回復マンかもしんない、こいつ。マジでサボイト使えねえな、これ。ほんとサボイトって使えねえ。あれがない。ただビル G は回さねえタイプやな、これ。まあ、都会も逃走術だからもう期待はしてねえけど。サボイトが特にひどい。もう。マジ論外。うちなる力マンか知らねえけど、マジで論外。ほんとこのサボイト論外。使えねえ。何の貢献もなく。本当中ない貢献ないやつ素敵やな。サボってるやつとか失う力マン論外だから。トーテム強豪いたらどうすんだ、まず。トーテム壊されてたらどうすんだ。二人も三人もじゃの力つけてたら意味ねえだろ。セルフケアと植物薬でもつけてくれ、黙って。回復しなきゃ気が済まないんでしょ、要するに。セルフケアと植物薬つけてこい。それをつけなきゃどうしようもないってことでしょ。じゃあつけりゃいいじゃん。それ別にいらないんで。ここノーパークみたいなもんだよ、俺。やばやば。これはやばいぞ。これはビルジーピンチだぞ。もう最悪だよ、この2枚。鏡しかしねえもん。無理って決まってんだろ、この2枚と。あのサボイトがいて。どうやって勝てばいいんだろうってレベル。見つけらんないだろうね。本当に、しゃがみプレイヤーとゲームすると面白くないっていうゲームやろうね。こういうトリスタは、結局の武器持ってる方がいいと思うよ。しゃがみプレイヤー成敗した方がいいと思うよ。しゃがみプレイヤーはね、発電機回さないから。まあ、ここの注目ポイントはね、発電機回してるかどうか見たら、思んねえからもうやんねえわ、もう。おまさんやります、さよなら。しゃがみプレイヤーだから二人とも、もう無理。さよなら。発電機回さない。やっぱりやる意味がない。ああ、まあ、ジェイクの方がマシよ。ユージーの方がやーべえやな。まあ、セッティング終わったら、ロマサガのセッティング終わったらいいわ。ユージーの方が特にやばい。てな、本気でやばい。やばすぎて言葉出ないんだよ。ケラも。こちらも発電機触んない。都会の逃走術のプレイヤーに、まあ、あのね、全力疾走を使うから、まあ、つけるしかないとか、そんな感じじゃない限り、基本的には、ヤバめだよね。分け合いな感じや。どこ行ってんの？
のキラー。地獄だろ、これ。この人たちとゲームするの、地獄だろ。いや、ビルジー仕事してないよ。しないよ。ほんと。サボりと、まだジェイクがいればあれだけど、もう無理よ。ビルジー見てみろ。ほんとしねえから、仕事。俺もちょっともうある意味やめてよ、もう時間の無駄なんだけど。いや無理よこれ。あいつを成敗してくるわって、絆があればな。やらないから絶対どっかでしゃがんでるよこれ。無理よこれ。すいません、あのね、ビルジーがね、ほんと何もやんねえやつ。無理。あ、バレたからいいや。まだトリックスターもゆるゆるな感じだから、まあ戦えなくはねえんだけど。もうやる気は失せてる。究極の武器使ってもいいよ、もう。これだとまともにゲームしたくねえなっていう二人、サバイバー。そっちの方、もう。いや、もう無理よ、こいつらとゲームしても。ああ、ジェイクの方が発電機回しただけマジ。ビルジーはほんとひどい。ひどすぎて言葉出ない。もうこれ無理だろ、こいつらよ。もうこいつら無理だろ。仕事しねえんだから。サボってんだぜ、こいつらもうよ。あ、もうちょっとこれ終わろう。これもう無理よ、こいつらと。このトリックスターだったらまだチャンスはあるトリックスターだったのに。この二人がもう無理。無理無理。もうあのことでしゃがんでるからもう無理。あの二人無理。真面目にやんない。この二人。もうやる気なし。やる気ない。もうこんなのやる気ない。真面目にやるだけで時間の無駄。すいません、もう無理。もう無理よ。やりたくないもん、これ。僕の武器ないと困るだろうね。だからかわいそうだね。大きなかったね。もうなんかしゃがんでる奴らいるんだからもう。もう2枚いるんだよ、もう。1人サボいと。もう絶望するよ、もう。起きない。もう早く終わってほしい。僕でしかない。俺も地獄だよ、俺もう。しゃがみプレイヤーとサボりプレイヤーがいるって。もうちょっと失敗放棄かな。また探しまーす。さよなら。あ、やりたくないよ。もう捕まったら捕まったらすぐ脱げる。さよなら。こんな面白くないよ、もう俺がやってても。あとの駅回さないで逃げてるだけ。もはや違うゲームやってんの、もう無理。もう、ビルジーは今、どこかへの登場中だから、もう見てわかる通り、発電機回さない。恐ろしい、都会の登場中って。本当に見事に、やばいプレイヤー、製造機やな。都会の登場中って。すごいね。もう、安定やね。都会の、電力、電力シートをつけてるから、都会の登場中を戦略的につけてる人もいるけどね。オートで走っちゃうから。
っていう人もいるがよ。だから、仕様上そうなっちゃうから、都会の都市でカバーしてる人もいるけど、このビル G はやばいね。発電機回さない。ほんと、サボりプレイヤーの極地。だからもう俺もやんない。もう無駄。キラー問題と思うよ。まあ合わさないんだよ、誰一人。あ、発電機の位置にいるから、発電機の位置に行きゃいいのに、発電機ねえじゃんこの上。なんで来てんだろうね。だからまず成長しなきゃ。発電機のたらね、こいつらね、隠れてるから、とんでもない隠れ方してるから、俺がもう呆れてるくらいだから、俺がもう呆れて物が言えないほどだから。まあ大丈夫、これこれはもう地獄だわ、これ。やる気ない。俺を捕まえる分ならこっちでいいんだけどさ、あいつら捕まえる分って、やがんでるから赤い傷も見えないでしょ。あぎれ返るよ、もう俺もあぎれ返ってるから、もう勝手にしたらっていう。なんでこっちだけ警戒してんの。もう疲れるわこいつらさ。何がしたいの、このジェイクとビルジーって。何のために生きてんのこれ。自首してくるわ、もうめんどくせえ。もうこのゲームに関わってる方が時間の無駄だと思うわ。俺早く自首して逆に見よう、こいつらどんなのに生きてるか。あいつら見つけたらもうなすりつけ攻撃しよう。こんな、どこいんだろう。めんどくせえ、カメラで見たもんよくねえこいつら。どうやって隠れてんだろう、逆に。呆れたわ。何がしたいんだろうこの人たち。こんなので勝って何が楽しいんだろうか。誇りとかそういうものはないんだろうね。誇り高くゲームするがないんだろうね。しょうがなく8戦なんですわ。初めから8戦なのか何なのか、もう発電機回さねえでやるって。もうこいつらは何のゲームしてんの。もう捨てたいわ救助。さなら捨てるこいつら。ルジーなんか捨てる。こんなの助けても意味ない。幸せになりたい。ルジーほ捨てるの捨てます。どこいたの、ここにいたのこいつ。ちょっと驚くわ。だから、あ、発電機回さないんでしょ、あなた。前の試合のドワイトって発電機回してたぜ。今の試合のドワイトはサボイトだけど。前の試合のペールローズのドワイトは発電機回してたで、負傷でも回してたで。仕事してたぜ。それに引き換え、あんた何？触った？発電機、この試合。かけらも触らないんでしょ？ああ。じゃあ、あなたの大好きなことやってあげるよ。しゃがんで発電機回さないで、救助は行ったみたいだけど、面白そうだよね、しゃがんで。しゃがみプレイしまーす。しゃがんで。
気持ちいい。悪。気持ちいい。悪を成敗する。本当に気持ちいい。なんかもうトリックスタイルを追いたくなってきたもん、本当にこんな。それだけですよ。まあ、ジェイクはまだマシな方よ。発電機回してるから。ギルジーはもう確実に成敗してもらわなきゃいけない、もう案件。とんでもないよ、モンスターだよ。発電機回さないんだから。モンスタークラスだよ。ハッピーニューイヤー、ハッピー、幸せ、楽しい。あ、まあジェイクはまあマシだね。なんで吊るさねえのかな、こんなにところに吊るしたいのかな。終わってしまったいきなり試合が、もう結構無理め、無理めですよ。もうあと一発当たったら終わりじゃん、無理め。アーカイブ取りだけしとこう。無理です、やらかしました、終わりです。これがヒロちゃんデッドバイです。女神が微笑むプレイヤー、新しいプレイヤー、呆れ返ったのはチームの戦わない姿勢、全部素敵、3人にサジを投げた姿勢ね、言葉に女神が惚れる、果たせたいと思う、真っ当だから。真面目にやってるプレイヤーは評価し、サバイバーであってもキラーでも、間違ってるプレイヤーはサバイバーであっても許さない。女神が惚れるプレイヤー。これがヒロちゃん。奇跡。これがヒロちゃん。ナイフ投げなかったら終わりじゃねえかよ、俺。ナイフだったから奇跡が起こったの。危ねえ。小さな獲物だけでやってる、ほんとサボイトだった、ほんとジムの貢献しない人はダメよな。海の技術はすごいね、ヤバいプレイヤー、元気やね。うん、じゃあ行くわ、まあいいや、うん、まあ普通だからいいや、あ、全員回したからし、うん、ボイトとか、
登頂術 G とかやべえよ、ほんと。よく勝ったよ、あのゲーム。ほんと。いや、でもほんと頼むわ。あれ。もうほんとドワイトがひどい。ああ、サーボイト、ほんとにペイルロードのドワイト